金沢製紙場は、明治時代の初期に、石川県の金沢にあった、機械製紙工場である。1874年、長谷川純也らが設立した金沢製紙会社によって、開設された。官営模範工場の富岡製紙場を版としており、当時は、富岡製紙場に次ぐ、全国、第二の規模であったという。金沢製紙会社は経営の失敗もありわずか。 数年で解散したが、石川県の食産工業の先駆けとなった。工場跡の金沢市立中央小学校。倉月欧水の水を取り入れ動力とした。江戸時代、金沢は、加賀国、能登国、越中国を領する加賀藩前田家の城下町として栄えたが、これは城下に居住する武士の消費に支えられたものであった。 このため、明治維新で武士が職を失うと、金沢の経済は、急速に衰えた。旧金沢藩の藩籍奉還で、加賀藩から解消の氏族、長谷川淳也はそうした金沢で、食産工業を志し、弟の大塚志郎と共に社員を募り、金沢製紙会社を設立した。金沢製紙会社の資本金3万円のうち、2万円は、内務省から、 500円は石川県から給付された私族受産資金であったという。この資金提供は薩摩藩出身の石川県令内田政風が同じく薩摩藩出身である大久保利道の主導で設立された内務省に働きかけたことにより実現したと考えられている。工場の開設にあたり金沢の大工津田吉之助が富岡製市場に派遣され、 正式会の製作法を研究するとともに、助行が送られ、正式会の操作法を習得した。工場の建設には、津田吉之助のほか、タイヤ職人の太田とケらが当たり、1874年3月、金沢長町川岸に開設された。動力は、敷地横を流れる倉月用水の水を取り入れ、計9尺の水車を回し得られていた。 半木製の接中式葬式が100台、助行204人を要し、富岡製紙場に次ぐ規模であったという。長谷川は、氏族の不条を助行として従事させ、失職の氏族に、桑の栽培と養蚕を奨励した。しかし、当時の石川県産の前は、少量、粗悪であったため機械織に適さず、群馬県、長野県などから買い付ける必要があった。また、 キートの知識に乏しく、経営能力に欠けていたことから、全国的な公共化でも損失を重ねた。1875年、米国ニューヨーク駐在の副領事であった、富田哲之助は、米国兼業協会に対し日本産キートの実物見本を送り、品質を問い合わせているが、その回答の中で、金沢製紙上のキートは、製紙の性質は、上。 綺麗で節がなく、鮮度も揃っているものの、細すぎて、アメリカ市場には向かないとの評価がされている。金沢製紙会社は、こうした、いわゆる、武士の商法もあり、1879年の、キート価格の下落を契機に解散に追い込まれた。金沢製紙場は、同年、緩和資金を得て、創業を続けたが進行せず、1885年に、 石川県の直轄となり、1888年、閉鎖された。一方、明治10年代後半から、眉の生産量と品質が高まり、除光の製紙の技術力も向上した。また、石川県下で、養産業や絹織物業が発展するなど、石川県での産業革命の基礎となった。ABC、近世、近代の科学と、技術後金沢製史場と、 水車石川県立歴史博物館、ABCDEFGH 高沢祐一、河村高校、東四津柳文明、本校広市、橋本哲也著、石川県の歴史 ISBN4 から634から32170、X ハット ABCDE 高沢祐一責任編者 図説石川県の歴史 ISBN4 から309611176近世近代の科学と技術産技術史石川県立歴史博物館 ABCD 石川県金沢市役所発行金沢市季王奥田春樹石川県成立の歴史的考察日本海域研究所報告金沢大学学術情報リポジトリ 倉月溶水金沢市 ABCD、金沢産業木工機石川新情報書府、大野明、アメリカ市場で、日本産キートが躍進した理由について、京都学園大学、和田文次郎編集、金沢明美。ありがとうございます。